動体保存。動体保存とは、関連する、業界内においてその機械類がほとんど運用されないような状態において、機械類が本来の用途としての動作、運用可能な状態で保存されている場合、もしくはその状態そのもののことである。動作、運用が可能ではない状態で保存する場合は、生体保存という。なお、鉄道の動体保存においては、 個々の車両の保存では動いている状態とは言えず、配線となった路線という運営システム自体を保存し、旧式の車両を走らせる場合を、保存鉄道と呼ぶ。ただし、胴体保存について、保存鉄道と呼ぶ場合もあり、区別は曖昧である。かつては、一般的に使用されていた、機械類であっても、技術の発展に伴って、新しい機械へと入れ替えられ、不要となることはたびたびある。 しかし、そのよう場合であっても、近代海産、産業遺産の観点やファンのボランティアなどにより、動作可能な状態で保存されることがある。そのようにして保存されること、もしくはそのようにして保存されている状態を指して、動体保存という。動体保存するということは、その機械が一般に使用されていた当時と同様の状態に置かなければならないということであり。 それはその機械を恒常的に稼働させうる状態に保たなければならないいうことを意味する。しかも、その機械が一般に用いられていた時代から時を経ているため、破損した場合に交換すべき機械部品がもはや製造されていなかったり、動作に必要な技術がもはや現行の機械では用いられていないことがままある。そのため、生体保存に比して圧倒的に多くの時間、資金、 労力、技術、知識を要することになる。そのため、胴体を維持することができず生体保存に移行することも珍しくない C62 ニセコ号など。逆に、かつて生体保存されていた機械を再び稼働する状態に戻すこともあり、これを胴体復元、レストアという。この具体例として、日本の国鉄 d 十一形状機機関車号機や、 米国のサザンパシフック鉄道4449号蒸気機関車がある。以下、いくつか、動態保存が行われているものについて、簡略に説明する。鉄道の分野でも、技術革新に伴い旧式化した車両は徐々に引退していき姿を消すのが常だが、それらの旧式になった車両を保存しておこうという動きが各地に見られる。 鉄道の場合大きな問題となるのは車両を整備、保存するだけでは動体保存とはならないということである。鉄道車両を走らせるためには線路が必要だからであり、個人レベルで動体保存が可能な他のものとは大きく様相が異なる。そのため商業的路線の上を走らせる線路ごと組織が保有してその上を走らせる運転をする場合に、 仮設の線路を付設すなどの手段を講じる必要が出てくる。線路ごと保有するタイプのものを保存鉄道などと呼ぶ。保存鉄道のケースでは車両だけではなく運行管理に必要な付帯設備類も含めて産業遺産的な価値を持つものの動態保存が目指されることがある。特にイギリスでは保存鉄道を維持する市民的運動が非常に盛んであり、 全土で100以上の保存鉄道がある。また、アメリカ合衆国にあるサンフランシスコ市営鉄道の F ラインは、保存鉄道でありながら大都市での市民の足として使われている珍しい例である。日本国内の鉄道においては、電車かディーゼル車かによって、すでに定期列車としては姿を消した蒸気機関車についての保存が有名である。大井川鉄道をはじめとし、 観光目的を兼ねて、蒸気機関車の胴体保存、保存運行を行う、鉄道会社が複数ある。蒸気機関車以外についても、旧式の車両を胴体保存している例があり、高松琴平電気鉄道では1920年代製の電車4両を定期運用が廃止された、直後の2007年8月から、稼働状態で維持し、1ヶ月に一度の頻度で営業運転を実施している。 また、営業路線の線路を使わないものでは、廃止された路線の一部を使って、胴体保存を行っているケースや、敷地を借りて、自前の線路を付設しているケースもある。写真のア宮ミヤ21号は、地元自治体が公園内に線路を付設して、胴体保存を行っている事例である。昭和三十から四十年代の年式の、ボンネットバスなど古いバスの胴体保存が、 行われている個人で所有して、自家用車のように走らせている。ケースのほか、定期観光バスや貸切バスなどとして整備運行している。会社も見受けられる。この場合、その会社で使用していた車両ではないケースもある。塗装については、その会社でその当時に採用していた塗装を復元している場合が多い。ただし、都市部での胴体保存は自動車 NOx。 PM 法及びディーゼル車規制条例に抵触することが多く、やむなく生体保存に移行することも多い。近年では自動車メーカーが主に自社の企業文化や技術の継承を目的として過去にワークスチームなどで使用したレーシングカーをレストア指導体保存するケースが増えている。日本ではホンダ技研工業がツインリンクモテギに併設されている。 ホンダコレクションホールにおいて、レーシングカーのレストア作業を進めており、時折動作確認を兼ねて、ツインリンクも敵のコースにおいて走行テストを行っている。また、日産自動車もザマ記念車庫に保管されているレーシングカーの一部について、レストア作業を行っており、毎年年末に行われるニスモフェスティバルなどで、レストアを完了したマシンが走行することがある。 クラシックカーやクラシックオートバイはその手の趣味を持つ者が多数各自の力で胴体保存を行っている。またクラシックカーやクラシックオートバイを保有するミュージアムなどが所蔵者の整備を行い走れるコンディションを維持していることもある。時折お披露目のパレードイベントなども行われる。第1次、第2次世界大戦で使われた戦車には軍隊や 博物館などで胴体保存されているものが多い。例えばイギリスのボービントン戦車博物館では、ドイツ軍のティーガー・アイや第一次大戦で、世界最初実戦に投入されたマーク・アイなどが、フランスのソミュール戦車博物館では、ドイツ軍のティーガー・イーなどが、ドイツのミュンスター戦車博物館にはパンターなどが、胴体保存されている。日本軍の戦車では、 陸上自衛隊土浦中トンチの89式中戦車オツ型がレストアされて自走可能な状態で保存されているが、エンジンは新しいものと交換されている。また、タイにはレストアにより自走可能な95式系戦車があり、ロシアには97式中戦車と95式系戦車がある。第1次、第2次世界大戦時に製造されたレシプロ戦闘機や、 黎明機のジェット戦闘機などの軍用機には飛行可能な状態で胴体保存されているものがある。欧米ではこれらの機体をウォーバード、ウォーバードと故障し盛んにレストアされており、個人所有の自家用機として運行されていたり、民間の保存団体や軍隊によって管理され、軍事関連のイベントなどで飛行する姿が披露されたりしている。著名な軍用機保存団体には、 アメリカのプレーンズ・オブ・フェームやイギリスのバトル・オブ・ブリテン記念飛行班がある。日本の軍用機では戦後の武装解除の影響により胴体保存されているものは希少で、さらに日本国内では環境が未整備なこともあり胴体保存を試みたものの失敗した事例がある。例えば1973年に帰りした4、式戦闘機は所有者の死により飛行可能状態を維持。 できなくなり生態保存となった。また、航空自衛隊聖浜基地に保管されている T-3T-34T-6 は、現在も定期的に整備され飛行可能とれているが実際に飛行はしていない。海洋研究開発機構の潜水調査船、深海2000が新江ノ島水族館で、胴体保存、展示されている。イギリスなどの欧米では、 トラクターやブルドーザーなどといった建設機械やトラクションエンジンと呼ばれる産業用の蒸気自動車などの動体保存も盛んである。最近ではコンピュータや計算機なども動体保存の対象となっており、例えば富士通では実際に稼働可能なコンピュータ、ただし電子計算機ではなく、リレー式としては世界最古となる。 ファコム -12B を同社の沼津工場で、また、ファコム -138A を川崎工場で、同体保存している。また、社団法人東京文具工業連盟が運営する、日本文具資料館では、カシオ計算機の 14A レー式計算機、1957年発売を、動作可能な状態で展示している。ただし、修理不能を宣言しているため、 厳密な意味での動体保存ではない。スーパーコンピュータでは MD グレープ2が科学技術館にて動体展示されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。